都市校長さん、音声味方機、あ、味方機か、パワーアップを落としてくれるということでね。まあね、俺ね、シューティングね、下手くそだと思われるかもしれませんけど、それはね、初見プレイだから当たり前なんですよね。だって全てこのデザインモードでプレイするね、シューティングは初見なんで、初めてで下手くそは当たり前ですからね。皆さん下手くそと思われるかもしれませんけどね。僕、シューティングは、ゲームジャンルの中では得意な方なんですよ。どっちかって言ったら対戦格闘、シューティング、アクションは割と得意な方なんで、苦手なのは RPG とかアドベンチャーとかね、ちょっと頭を使うやつが苦手なんですよ。パズルとか。はい、一面クリアできました。シューティング、アクションと対戦格闘はちょっと僕の中ではちょっと得意ジャンルなんで、だから初見プレイのゲームに関してはね、下手くそなのは当たり前なんですよね。初めてで上手い人いないですからね、うん、よくね、あの YouTuber の時もね、シロックマンはゲームが下手ってよく言われてるんですけど、それは当たり前ですよ。初めてやるゲームは下手ですよ。当然初めてで上手い人なんて絶対いないですから、うん。でこのデザインモンでやるゲームはね、一面クリアするのが精一杯っていうのはね、当然なんですよ。初見プレイなんでね、一面クリアできてすごい方ですからね、逆に考えたら。はい、今回一面クリアできましたね。ボム全然使わなかったな。ちょっと待って、ボムどんなんか見てないですよね。ああ、これか、これはよくあるがちのボムの、これ一面クリアしたからもう終わりなんで、一面クリアした場合はやり直しというか2回目のプレイなしってことにさせてもらうんで、はい。一面クリアできない場合はもう一回やるってことはありますけど、クリアした場合は2回目はなしなんで、はい。はい、じゃあこのゲームは終わります。